はい、えー、現在10月7日午後10時46分新しい企画をやっていこうと思いますし、はいたけの栽培ですしいたけはね好きなんで、まあ、栽培やっていこうかなと思いますで軽く説明するとこの棒状になってるのブロック状になってるのが こここから椎茸がでできるみたいですね。でこの白いのがカビじゃなくて椎茸菌ですかなりの数ありますねで1日2回霧吹きで水を与えてあげてだいたい5日前後で発芽発芽から2日から5日でもう収穫できちゃうみたいです だからかなりの短いスパンで椎茸できるみたいですねで結構大量にできるみたいなので、まあ、椎茸できたら料理椎茸料理を作っていこうかなと思います料理苦手だけど頑張りますねはーいえー、今日から頑張っていくので動画見てねで唐突の今日の宮際です突然2日目になります はい今日の土産はです10月7日の今日はねちょっとね出かけたからねちゃんと服着てるよ、はい、<laughs> せっかくなのでねしいたけと一緒に取ろうと思います全然取れないはい今日のねしいたけですまあ初めての初めのね一番初めのしいたけ これからね、このしいたけと頑張ってね、このしいたけをね、育てる宿命ができたので、頑張っていこうと思います。みんな、見てね。バイバーイ。